こんにちは、まるみです。今日もキャンプに来ました。お昼に来る予定がなんだかんだで今3時ぐらいにやっと着いたので、急いでお昼ご飯にします。今日のお昼はマック。めっちゃ普通にマックで、運転中にポテトを半分以上食べちゃった。インスタでマックのキャンプ飯危ない、アレンジを見たから、ちょっとそれをやりたくて。土じゃないから、こう落としても大丈夫。このままね、食べても美味しいんだけど、それじゃ芸がないので、ホットサンドパラー、わかるかな、あの筋肉がさ、食品言う時の言い方、バラー。あー贅沢。キャンプの時はカロリーを気にしない。カロリー気にしないにも限度はあると思うけどね。でも気にしてもしょうがないので、美味しくいただきます。余ったらマック。インスタで見た時はビッグマックだったんだけど、何も考えずにねいつものね、海苔で自分の好きな照り焼きチキンにしちゃった。まあ、いっか、美味しいよね。わー、贅沢。これで焼いていきます。これは絶対美味しい。いや、おレタス味見しよう。いただきます。うん、ホットレタス。ホットレタスの意味がわからんよね。なんだろう、ホットレタスって。第2弾、次はポテト。あー、魅惑のバター。これはやばい。ここにアウトドアスパイス。カラスが私のご飯を狙いにやってきた。ちょっとトイレ行きたいのに、離れたら食べられちゃいそう。え、ちょっと待って、近いじゃん、やめてよ。いただきます。ジュースはスプライト派。とりあえずこれを切ってみたい。あ、サクサク。上が取れちゃったけど、まずはポテトから。バターでね、ベタベタ。ちょっと待って、言い方が悪い。濃厚そう。いただきます。あ、おいしい、おいしい。これスパイスとめっちゃ合うじゃん。めっちゃうまい。高級なフレンチ食べるかのような切り方だけど、照り焼きだからね、ベタベタでつかめなくて、もうフォークでいっちゃおう。うわー、いただきます。うん、え、これめちゃくちゃうまいよ。ホットサンドありだな。めっちゃ美味しい。多分今後も家とかで作ります。このカロリーの暴力的な美味しさがギュンって凝縮された感じです。ごちそうさまでした。めっちゃ美味しかった。のんびりすると暗くなるので設営します。硬すぎて全然奥に入ってかない。諦めました。こんだけでも刺さってれば風で飛ばないから大丈夫だと思います。
前回に適当に入れたからこうやって次使う時に悩まされる。人生どっかで手抜くと自分に返ってくるんだね。今日はこんな感じでキャンプします。なのでこんなにもスペースが余ってる。広々ですがあんなこじんまりチロッとキャンプします。今日天気予報がね、なぜか突然夕方6時ぐらいから雨予報に変わって、明日の午前中まで雨が降るみたいなので、撤収しやすいように車の中で寝泊まりしてカーサイドタープにしました。カーサイドタープの中はいつもの折りたたみのテーブルとユージャックのチェア、これはリクライニングできるから今日も星空見たいなって思ってたけど、今説明しながら雨だったことを思い出したので、まあ、これでゴロゴロします。雨だと焚き火できないのでストーブを使って夜はこの辺でぬくぬくしようかな。車の中はコールマンのインフレーターマットに、あとあの辺りに荷物をごちゃごちゃに置いてます。トランクカーゴがあるのでテーブル代わりにして夜この中で軽く飲んでもいいかなと。ゴミ、なんかどんどん自分がたくましくなっていく。意外と今日風あるな。ちょっとは風防の代わりになってるかな。暑い。最近これがねお気に入り。なんだっけ、クルピーだっけ名前、なんかあったよね、すごい可愛い名前。そんな間抜けな名前だっけ。めっちゃ欲しい。クルピカって書いてある。あれ、あ、違った、クピルカだったクピルカでした。冬は体を冷やすって分かってるんだけど、どうしてもコーヒーを飲みたくなる。寒い中でホットコーヒーってたまらないよね。いただきます。ちょっとタープの下じゃ暗いな。今日ここのキャンプ場、奥の方には人いるんだけど、このエリアは私だけなのに、今くしゃみがしたんだけど、どっから聞こえたんだろう。ちょっと怖いんだけど、誰のくしゃみ。今雲見たりしてぼーっとしてたらめっちゃ暗くなっちゃって、今6時半だけど雨は降ってないし、風はねちょっと吹いてるけど、これぐらいなら大丈夫そうなんで焚き火をしようと思います。今日は必殺技を持ってきた。サクッと着火をするのでこれを使います。この2つあればねめっちゃ早くつくと思う。あれ、ニューアイテムのイムコちゃん。お、早っ。ちょっと中間の木がいるな、やっぱり。
やっぱり薪割りいるかな、しなくていけるかなって思ったけど、いいや、ちょっとチャレンジ。意外とね、こういうので成功したりするんだよね。お兄ちゃんとかは薪割ったりしなくても焚き火できるって言ってて、薪割りせずに焚き火をできるようにちょっとなりたい。めっちゃスムーズに焚き火できてる。薪割りしてないのに、すごくない？まあこれでもキャンプ歴3年なんで、いきなりね、太い薪でも焚き火できるようになりました。今日は大成功。よし、ご飯を炊こう。今日はシェラカップ炊飯。暗号がいいから90のメモリに合わせて水を180まで入れます。ちょっと多いか、まあいいか。ちょっと多く入れすぎたから吸水させず、もうすぐ炊いちゃいます。強火で炊く。混ぜながら沸騰させた方がいいみたい。あ、待って、これ無洗米じゃなかったね。いつも無洗米使ってるから無洗米の感覚でやっちゃったけど、めっちゃ白いまあいっか。なんか研がない方が体にいいって聞いたことある。踊り炊き、ちょっと意味よく分かってないけど、中でお米を踊らせよう。よし、沸騰したので転びにして蓋をします。それでパチパチ言い出したら OK。 ご飯が炊ける前に飲んで待ってよ。いつものレモンサワー、うん、おいしそう。ではでは、乾杯。うま。炭酸強いと思ったら、なんかドンキのめっちゃ強い強炭酸のやつだから美味しい。あ、まだだった。なんか開けちゃダメなんだよね。開けちゃった。ご飯食べ始めよう。今日はね、これを使ってみたくて。ジャストサイズ、温泉旅館って感じがね、嬉しい。ご飯はそろそろいけたんじゃないかな。あ、いけてるいけてる、オッケー。美味しそう、ちゃんと炊けてる。このまま蓋して蒸らします。今日は焼肉。やばい美味しそう。ただ牛脂ない気がするけど、あ、牛脂ないな。オリーブオイルでいいか。ご飯食べよ。あれ、熱い。灰がね、飛んできちゃうんだよね、残念なことに。風よけ代わりに。焼けてる焼けてる、いいね。ジュージュー言い始めた。一人焼肉、一人焼肉行きたいんだけど、どうしても行く勇気がなくて。ソロキャンプは全然できるんだけどな。あー、美味しそう。いただきます。うん、美味しい。あ、幸せ。サンチュ、サンチュに乗せて、コチュジャン。
あ、美味しそう。いただきます。うまっ。うん、幸せだな。お肉ってお酒が進むよね。固形燃料が少なくなってくると火力が一気に弱くなる。ご飯もちゃんと炊けてる。芯もなしでちゃんと美味しい。今日のご飯贅沢すぎる。嬉しい。固形燃料1個じゃ全部焼けなかった。もうね、お腹空いたのでガスでサクッと。まじけないけど空腹には勝てないよね。お肉食べきれるかな。まだまだ全然ある。食べきれるかな。この食べ方だとね、永遠に食べられるんだよね。肉バウンドはする派。なんか美味しくないこれ。ちょっと柚子で味変。ちょっとさっぱり食べたいな。あ、こぼれちゃった。うめ、かんまい。じゃあ次はレモンソルトで味変。これも美味しい。やばい、味変するとどんどん食べれそう。お肉なんだかんだ全部食べれちゃいそうで怖い。ごちそうさまでした。いや、ちょっとね、食べ過ぎた。つら。頑張った自分。お腹もいっぱいになったので、ちょっと焚き火を見ながら飲んでダラダラします。もうね、お腹いっぱいすぎておつまみはいいや。今からのんびりタイムです。今日はね、自作のキャンドル2つ。こっちはめっちゃでかいマーブル模様のキャンドルで、こっちはこのキャンドルを入れてちょっと透けさせながら見るキャンドルランタンです。風も出てきたので、車の中で飲み直します。気温は15度で、外も同じぐらいの気温で、全然寒さはないです。もう春になってきました。次はお花見キャンプかな。あんだけお肉食べたのに、つまみが欲しくなったから。豆。からもう寝るんですけど、じゃん、突然ですがプレゼント企画をします。今回プレゼントをするのが、この私がアンバサダーを務めるユージャックのキャンプ枕ウレタンワイドピローをプレゼントします。これね、見た目がね、なんだろう、寝袋かなみたいな感じなんですけど、開けるとこんな感じで枕が入ってます。で、ウレタンなんで今しぼんでるんですけど、空気が入るとすぐにまっすぐになります。このケースの方はコンプレッションバッグなので、サイズを調整して小さくすることができます。車キャンプだったらね、何ら問題なくこのサイズは持ってきます。で、寝心地は普段も今家で使っててめっちゃ良くて、本当はトホキャンに持ってきたいぐらい。この枕ね、外のカバー、この茶色いカバーは洗えます。この中にも
薄いね白いカバーがついてて、これも洗うことができます。これを剥がすとここがねこう段になってるの。なので枕ってワンサイズしかなくて、買ってみたけど思ったより低いな高いなっていうのが、これだと自分の好きな高さで調整できるから、この高さだとちょっと寝づらいっていう場合はこの中の部分を外して、この一番下と上をくっつければかなり薄くなるので、また寝心地が変わります。キャンプでここまで快適に眠れるんだっていうのがこの枕使ってからね思うようになりました。個人的には遠方にキャンプ行って運転長い人とかだと、やっぱりキャンプでうまく寝れないと次の日のね帰り道の運転に響くんで、そういう人にすごいおすすめしたいです。この枕1個変わってるのが、この左右にDリングがついてます。このDリングを何に使うかというと、付属の固定ベルトをねつけることで、コットやマットやチェアにこの枕を固定することができます。ちょっとね今日はボンミスで固定ベルトは忘れたんですけど、寝るときにその固定ベルトをコットやマットに固定することで、寝袋に入ったまま上からこう寝ても枕がこうずれることなく使うことができます。私は中に枕入れて寝る派なんで使わないんですけど、寝袋をちゃんと全部ねこうやって閉めて、すごい寒い冬とかは閉めて顔だけ出てる状態の時に枕ずれるとね、脱いで手出してまた枕戻してっていうのは大変なので、そういった時に固定ベルトは便利だと思います。今回のプレゼント企画は、ユージャックアンバサダー4人のチャンネルとユージャックチャンネルの計5動画を見てもらって、ある数字を1人ずつ言っていくので、その数字を順番に並べて応募することができます。私の動画のキーナンバーは2番です。この後は尾上優和郎さんの動画を見てキーナンバーを確認してください。寝心地最強だよ。それではおやすみなさい。おはようございます。音的に小雨が降ってるみたい。荷物はもう全部車の中とカーサイドタープのね中に入れたんで問題はないです。枕とね寝袋でぬくぬくで爆睡しました。では朝ごはんを食べて帰ります。年々このマットの片付けが下手になってって、袋に入らない大きさなので家で直します。ちゃんとやってるつもりだけど片付け方がどんどん手抜きになってるんかな。まあいっか。雨がかなり降ってきました。普段晴れてるのになんでキャンプの時だけ私雨降るんだろう。雨女じゃないはずなんだけどな。たまた。今日の朝はホットサンド。あんだけカロリーを取ったのに健康を気にしてライ麦。小麦粉だけのパンよりライ麦の方が体にいいので、まあ、実質ゼロカロリーみたいなものよね。シーチキン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 の液体が邪魔。シーチキン。シーチキン。おお、特盛りシーチキン、イエーイ。で、トマト。アウトドアスパイス。で、蓋をして。楽しみ。今5分ぐらいなかなか抜けないなと思ったらガスが切れてた。もう朝は時間がないっていうのに困るね。
お、いい感じいい感じ。香りする。え、待って、入れてないのよ。ハムの香りするのはなんで？あー、美味しそう。なんかそれっぽくない？この置き方。あ、いいねいいね。いただきます。うん、いいね。いただきます。あ、美味しい。トマトとツナってすごい合う。ただ順番で言うと、チーズの上にツナとトマト置いたけど、チーズの上にトマト置いてからツナの方がね、なんかいい気がする。トマトとチーズがね、離れ離れでね、ちょっと味のハーモニーがね、うーんっていう。まあでも美味しいです。ハーモニーって自分で言っといて恥ずかしいわ。終わったのでこれから帰ります。今回はのんびりしすぎましたね。なんかぼーっとしてたらいきなり夜になっちゃって、あー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 ってなったらどんどん時間が過ぎていく感じで、ただ久しぶりに焚き火のんびり当たりながらね、ゆったり楽しめました。久々の車中泊で、ソロキャンプだと全然テント泊も好きなんだけど、車中泊のが安心するなと思いました。なのでちょっとビビリな人はね、オートサイトで車中泊するのもありだと思います。私はその時の気分とその時のメンタルで車中泊にしたりテント泊にしたりします。あとは私がアンバサダー務めるユージャックの枕のプレゼント企画をやってるので、ぜひぜひこの後他のアンバサダーの人やユージャックチャンネルの動画を見て応募してみてください。では最後までご視聴ありがとうございました。また次の動画でお会いしましょう。バイバーイ。ツイッターとインスタグラムもやってるよ。